これは流動的な内容の一覧であり、完全な内容にするための特定の基準を満たすことはできません。信頼できる情報源で過失することができます。珍しい死の一覧は、古代から現代までに記録された死の状況のうち、信頼できる情報源が通常と異なるものとして言及した死の一覧である。注意、この節で述べられる死の状況の多くは創作である。 可能性が高い。クリュシッポスは、ロバがイチジクを食べているのを見て、笑い死にしたとされる。コス島のフィリタスは、研究に没頭するあまり、痩せ細りが死したと言われる。始皇帝は、不老不死を求めて有毒な水銀を服用したという。エドワード2世は赤く焼けた火箸を拷問に、挿入されて処刑されたと噂されたが、実際の死因に関して一致した学術的見解は、なく、 この処刑法は、プロパガンダとして扱われている。ハンス・シュタイニンガーの彫像作曲家、ジャンバティスト・リュリ弁護士のクレメント・バランディガム、テネシー州アーウィンで処刑された、メアリ・ボストン・東密大洪水の被害状況スタントマンのボビー・リーチ・サドラ・ダンカンは、スカーフが自動車の車輪に巻き込まれて死んだ。1982年の映画撮影中に死亡した。 俳優ビッグ・モロー1983年に死亡した劇作家テネシー・ウィリアムズ1984年に自己死した俳優ジョン・エリック・ヘクサム。ありがとうございます。